ちゃん、朝さん、健太さん。昨日 FR2 で出会ったコウジさんがやってるチクチクカフェっていうハリネズミがいるカフェがあるらしいので潜入していきたいと思います。着きました、チクチクカフェです。マジシャン朝さん、コウジさんです。稲ぶりです。ありがとうございます。ハリネズミが36匹いるってことでチクチクしましょう。遊びたいです。2階なんですね。そうなんです。ハリネズミは、ね、夜行性の生き物なんで、この時間結構寝てる子たち多いんです。1日で出てるのが一応12匹いまして、トータル36匹飼ってるので交代制でやってるので、あまりまあストレスがかからないようにということでちゃんと配慮して考えられてますね。こちらのグローブ着用していただいております。はじめに手を洗っていただいて、はい、もずくちゃんのプレートが一応メスで、アオだとオスでみたいな。ジンバ君、今稼働とか言いますけど、ちょっとモグラに近い生き物なんで、はい、暗いところとか狭いところに行くんですけど、どんどんあの、まあ、訓練とかもしてて慣れてくると、その辺の子たち特にすごい人慣れしてて針も立てないっていう。慣れてると針立てないんですね。変わってるというか、可愛い。本来だと大体みんなさっきみたいに丸くなって張り立てるのが普通なんですけど、はい、こちらおやつで下からすくい上げるような感じで、おお、めっちゃ可愛いですね。結構おとなしい子ですね。可愛い。写真とか恋愛がメインで来るお客様が多いので、ハリネズミカフェを始めようと思ったんです。たまたま知り合いの方が紹介していただいて、このお店は渋谷にあるんですよ。で紹介していただいて、僕もそこで初めて見させていただいて、めっちゃ可愛いって言ってただ動物の取り扱いなので、いろいろと勉強するところがいろいろあるんですけど、はい、うちのスタッフもみんなあの本とかとかいろいろ勉強したり、こちらのスタッフさんのマニュアルとかいろいろ教えていただいて、はい、それで一応していただいて、実際大変なんですね。温度湿度管理っていうのが一番、まあ、沖縄の方でも買ってみたいっていう方とか、あ、迷っているって方とか結構いらっしゃって、そういう方々に僕らアドバイスしたりして、最初オープンしてから意外と地元の方が多かったんですけど、観光の方と、あと船が入るんですけど、船入った時にヨーロッパの方とか方々が通りすがりで珍しいところで結構入ってきてくれる。外国人観光客が。そうですね、お互いで穴を塞ぎ合うと暗いんで、天候の状態が良くなれる。真っ暗みたいになってる。写真を可愛く撮るためにポッとして、横にちょっとこういった小物があって、はい、あのケージのシチュエーションに合うものがあるんですけど、そうそう、入れていただけるとより一層インスタ映えしますね。のぶくちゃん、ちょっとこっち来てくださいね。映えちゃうんですね。おあ、可愛い。置いといてあげると多分結構いい感じでいけると思うんですよね。花はいいので、あ、こんな感じです。あ、いいね。めちゃめちゃいい空間なんですよ。はい、はい、かわいい。めっちゃ毛立ってますよ。なんか威嚇されてません？警戒心はもともとやっぱり強い生き物なんで、か、ケンタさんが怪しいかどうか。間違いない。あー、なんか違いますね、大福くん。普段可愛い、なんか餌食べてる時がすごい、はい、獣感というか。日本語より英語の方が喋れるので、ね、できるよね。山内アナウンサー来てくれて、ハリネズミ飼ってる山内アナウンサー。あ、そうなんですか。山ゆりさん、通称。四つ指ハリネズミ。そう、種類は全部一緒なんですけど、はい、それぞれカラーがこれたち。とかさっきのもずくちゃんとかスタンダードっていうから、はい、この中央にいる子たちが一番人慣れ結構している。この子がおはぎちゃん、はい、両方とも一応メスなんですけど、でこっちにチュラちゃんがいて、一番血でもヘビー級の子で、ただ一番人気あります。大きいってことですよね。大きくて丸々、鼻の長さとかもみんな違うんで、一緒にいると違いが分かってくるっていう。まあ、この子でも分かりやすいのが、右耳が少しハート型みたいになってるんで。あー、分かります、分かります。右ですよね、この、うん、で目がクリクリしてるので、長く一緒にいるとまた違いがどんどん後ろ姿でも分かるようになる。多いじゃないですか、僕よりも全然もう
すごいな。ハリネズミアカウントですもんね。スターハリネズミがいるんだ。あずき 40.3 万どんだけやば。この子は、100均のセリアだったかなとかとコラボしてたりとか、とにかくやば、ハリネズミ界ではもう敵なしのスーパーモデルハリネズミ、あずきちゃん、あずきちゃん、本当すごい。今日はありがとうございます。なんかいろんなインフルエンサーの人がこう撮ってくれてるっていうことで、たまたまが多いんです。はい、ハイサイ探偵団はもうオープンしてすぐに、すごいですね。たまたま国際通りで撮影してたので、ハイサイさん沖縄出身の方で、はい、イートシーさん、なみなみちゃんっていう子が来て、平川のおじさんとか中川美香さんって言って、一枚のボーカルのイーズさんの、はい、いとこ親戚なんで、アホ有名です。すごい自作で面白いいい方なんですけど、歌めっちゃ上手です。あ、ギャップがすごいです。僕に対してもあんな感じで絡んでくる。あ、この人すごいなと思って。いやいや、僕はいろんな事業を触ってはいますから、そこでいろんな人知り合う。なんかまた会ったら、そうですね、話しますので、どっかで会いそうですね。はい、僕も頑張ります。まだまだですけども、ま、た最短ページに行っちゃいましょう。そうですね。もう読みします。皆さん、チクチクカフェに来てください。面白かったんで、癒されに来てください、皆さん。そうですね。癒しの空間なんで、静かにしなきゃいけない。はい。はい、今日だけです。ありがとうございます。今から芸人に付き合わされるか、俺らが顔写真は無理にイメージ。沖縄ラスト、俺ら新さん、俺ら新さん、新さん。